南、秀上幕、エミアネ、ヒヌ、山本美香奈、ゼネピ、スカノ、カノックスター、お笑いコンビエルフの荒川、春の9人が20日、京セラドーム大阪で開催されたファッションイベント、関西コレクション2024スプリング&サマー、ヒカ、不跡これ、のステージに登場。表現力×トレンドの融合9人が登場したのはトレンドに敏感な20代を中心に人気を集めているブランド、ミープラス M セレクト、ミームセレクトのステージ。表現力があるデザインと旬のトレンド感が融合された商品が揃っており、人気のフトベルトハイウエストカラータックスラックスは全29色の豊富なカラー展開も特徴。自分、ミー、の好きなスタイルを自由に、セレクト、する、をコンセプトに、普段と少し違う自分だけどどこか自分らしさがあるスタイルを提案している。南、モードフェミニンスタイルで登場トップで登場したのは YouTuber、TikTok クリエイターの南。素材ドッキングのボリュームチュールスカートがポイントの、立体的なシルエットが印象的なコーデで登場。トップスにはショート状のレースアイテムを合わせることで大人な肌見せをプラスし、トレンド感あふれるモードフェミニンスタイルに。オールブラックで仕上げることで甘くなりすぎず、ファーバックのアクセントで素材のミックス感を楽しめるスタイリングとなっていた。秀上幕、遊び心あるミックスレイヤードモデルの秀上幕はレース、サイドライン、デニムを掛け合わせ、ロマンティックなフェミニン要素もありながらカジュアルでスポーティ要素もあるミックススタイルで登場。レイヤード特有のバランス感と、素材やテイストのミックス感が、遊び心のある仕上がりに。レースの透け感を重ね、ヒルティングバッグを合わせて女性らしさも忘れないスポーツミックスレイヤードコーデとなっていた。エミアネ、トレンドのスポーツミックス人気クリエイターのエミアネは、サイドラインの入ったショートブルゾンでトレンドのスポーツミックススタイルに、小物にレース靴下やビジューアクセサリーを取り入れることで華やかなフェミニン要素をプラスしたコーデとなっていた。キヌ、ムードなスタイリングで魅了 YouTuber のキヌは、キラキラ輝くスパンコールが目を引くワンピースを主役に、大人ムード漂うスタイリングで登場。毛足長めのシャギーカーデをゆるっと羽織ることで抜け感のある大人なあざとさを表現したコーデとなっていた。山本美香奈、モードな雰囲気で登場 NMB48 の山本美香奈は、トレンドのバレーコアをモノトーンで仕上げたミニスカートスタイルで登場。アイテムは甘めながらもシルバー要素をプラスし、モードな雰囲気。立体感&透け感がエアリーなシアーシャツに、フェザーのキャミソールを重ねたガーリーバレーコアルックとなっていた。レネピ、ヘルシーな肌見せ人気クリエイターのレネピは、メタリックなキャミソールはレザーカーゴパンツと合わせることでとことんモードな仕上がりに。3通りの巻き方が楽しめるキャミは、今回フロントでクロスしかを周りの印象を華やかに。芯があり強い印象ながら、ファージャケットをゆるっと羽織りヘルシーな肌見せも。カノ、カノックスター、セットアップ風コーデ YouTuber のカノ、カノックスターは、シルバー白プリントが大胆に施されたカーゴデニムに、同素材のジャケットと合わせることでセットアップ風のコーデに。重厚感のあるゴツめレザーブーツやレザーショルダーバッグを合わせることで、カジュアルながらもストリートモード要素を取り入れたスタイリングとなっていた。エルフ荒川春、シミラールックコーデで登場最後に登場したのはお笑いコンビエルフの荒川と春。リボンプリントが施されたトップスを軸に、モノトーンで仕上げたシミラールックコーデで登場。